できればこう足組みたいです。足組みたいです。できなかったらこう足はしっかりつけるだけでもいいです。しっかりつけるトリックをしましょう。で、この足の角度ですね。この足の角度は斜め45度、相手の体に対して。です。ここ下になりすぎる。また低い目にもなりすぎるんですね。これだとイージーすぎるんです。上だとまあここスペースあるからミスラスできるし、逆だとこう相手スマッシュしてるんですけど、ね。なんで、ここですか、相手のお腹にこう僕の膝が当たるような感じして。で、こう、最後、この足ですね。この足も、こうただダランとしてるんじゃないですか。そしたら、こう、そういうパスが来ちゃうんですよ。来られるんで、この足もしっかり、閉じておきましょう。こう。まあ、閉じなくて、こう、下に引っ掛けておく場合もあるんですけど、今回はこう、閉じていきます。こうですね。しっかり相手の足をここでピンチしてあげるんですね。だから、上の足と下の足の角度、こう、似た感じになるんです。完全に一緒ではないですけど。で、こういう角度を作ってもらって、で、体最後縮こませて、ここで戦っていくんです。まあ、これが、今、ニーシールド、いい形ですね。そうですね。で、これを、作ってもらいます。ね、シャーク。こうすると、やっぱりなかなか、簡単にはパスができないですね。ソーイング。まあ、行こうとしても変わります。開いていきたいと思います。なかなかいけないです。そしたら、ここまで来たら、まず一回立たなきゃいけないです。けど、なかなかちょっと立てないですね。この膝を立てたいですけど、立てないです。相手が僕の足ピンチしてるんで。なんで、角度変えましょうですね。足一回立てます。立てたら、地面、相手の膝にこう近づけてください。同時に腰をしよう。ですね。膝を最後に持ち上げてあげるんですね。お前来たら、パスガードしてみる。最初、これ作るまでの練習しましょう。こっからですね。近づけて。近づけて。近づけると同時に、こっちと、相手の膝をカープしましょう。別に持たなくていいです。カープ。したら、いいですか。僕はただ、相手の足を引き上げるんじゃないですか。相手もやっぱり抵抗してくるので、なかなか引き上げさせてくれないです。足を使いましょう。足を使って角度を変えてあげます。僕はこの位置から少し横にずれてあげます。腰と足を押しながら体傾けてあげて横にずれてあげる。そしたらこの膝が立ってくれるんですね。ここまで行きましょう。ね、腰、カップ、足だったら近づけて傾けてあげましょう。ですね、ここまで来たら、まあ、どっちの方です。まあ、両手も使っていいです。相手のことで一回引き上げてあげます、ね。引き上げました。引き上げたら、こうですね。膝を一回ピンチしましょう。内側。で、この時に僕のこの足見てください。さっきまで、さっきまで、こう相手の足と足の間に僕の足がピンチされています。引き上げて、横に出た時は、これが少しすり抜けています。相手の膝の間から少しすり抜けています。この時にこう引き上げないでこう行こうとすると、やっぱ相手の体縮めてきて、こう、ここの足まだ残ったままになる。めんどくさいです。で一回しっかりお前体勢作ったら両手でも片手でもいける人は片手でいいです。引き上げましょう。引き上げるときはこうただ引き上げるんじゃなくて、ただ引き上げてもいいんですけど、ローイングが強い人はいいですけど、相手が重くて引き上げられないっていう人は一個ステップバックしてあげましょう。体重使ってあげます。こうだけじゃなくて足も使う。ステップバック。それにこうついて。したら膝をピンチです。横見ましょう。相手のパンツ持ちます。相手を落とすと同時にこのマットにつきます。ね、続いてそのままこの足抜いていくんですけど、抜くときに抜く前にしっかりプレッシャーかけておきましょう。相手はここからやっぱ暴れてくるんで、僕の膝とか落としてきてバランスをつく。丸くなっちゃうとまだ面倒くさい。しっかりここまで来たらお尻を相手の胸の部分乗っていただきます。で、この時にこうバック捉えないようにで注意してください。しっかりこの手は相手の逆サイドの頭をブロックしてあげて、こうポストしてあげて、しっかり相手の上に乗ってあげたら、この足抜いていきます。抜き方は今からやります。この足をまっすぐ抜いて、膝を天井に抜けていきます。
こっちに。よく勘違いする人がいますけど、こっちに抜きたがる人がいます。まあ、そっちが結構やっぱ体の使い方としてはセオリーなんですけど、こっちで抜けないですね。この足が、やっぱり僕の足を研究してるので。唯一抜けるスペースは、ここだけです。ここだけです。なんで、この足抜くために、膝一回上に向けて、まっすぐ縦に抜いていきましょう。こうすると抜けやすい。相手の上に乗って、プレッシャーかけながらですね。これでも抜けないなっていう場合は、この下の膝使ってください。下の足使って、相手の足を押してあげます。押すと同時に、この足を引き上げるわけですね。スペースできる。抜けやすいんですね。抜けたらすぐに、足スイッチ。で、2、4打目で押さえちゃいましょう。いいですか？もう一回いきます。2、4、5、近づけながら、地面接。この体勢まで持っていきましょう。引っ張って、上げてあげたら、ピンチです。横見てください。横見たら、片方の手マークです。片方の手パンですね。しっかり相手の胸の上に乗りましょう。あまりこう乗りすぎないでください。プレッシャーが出るし、バックが取られちゃう。乗りすぎず、ちょうどいいところです。プレッシャーが出ない。引いて、足で押してあげる。この下の足で、向こうに押してあげましょう。しながら抜きます。抜けたら、まあ、ここでそのまま押さえ込んでもいいし、スイッチして、2、4ザベリですね。まあ、2、4ザベリの方が得点高いの。5点入るの。3の2の5なんで。まあ、2、4ザベリで押さえてもらう方がやっぱ得策ですよ。まあ、バランス悪い人は別にここで押さえなくても、普通にサイトで押さえていきましょう。この押さえ。ですね。縦ランクしたら、カーブ。使って、正面に持ちましょう。このまま行っちゃいけないです。このまま行くと、この足がまだ相手の足の間に残ってるんで、相手は僕のことを蹴ってきたりとか、僕の足とかそうですね、すくってくるかもしれない。面倒です。エール持ちましょう。上げます。引き上げてですね。クリアしていく。しっかりピンチしたら、あとは前に倒れていきます。ですね。ポストして、で、ポストしました。パンツ握りますね。したら、相手にしっかりプレッシャーを押し入れかけながら、相手の胸にプレッシャーを押し入れかけながら、もう乗っちゃっていいぐらいです。もう完全に相手の胸の上に乗っていいですね。したら、こう引きながら、下の足を引くとスペースできるんです、少し。引いて下の足でブロックしてで空いたスペースから足出していきましょう。2、4、5です。さあこれいきましょう。